お待たせいたしました。それでは、公明党の山口代表の、記者会見を始めさせていただきたいと思います。代表は、もちろん選挙の時の、党首討論などではもう毎回お越しいただいているんですが、公明党代表として、個人としての会見が今日6回目になられます。それだけ長い期間、代表をずっとお務めになられているということで、前回2015年の10月に、お話しいただいています。今日は冒頭、代表の方から30分ぐらいお話しいただきまして、その後、会場の方から質問を受けたいと思います。よろしくお願いします。申し遅れました。今日の司会をさせていただきます。当クラブ企画員の、共同通信の川上と申します。よろしくお願いします。では早速代表の方からお願いいたします。ご紹介いただきました公明党代表の山口那津男でございます。もう6回目と伺いまして、自分でもここまで来たのかなと思っているところでございます。今日研修会ということで、全国から記者さんもお集まりということも伺っておりますので、そうした若手気鋭の皆さんにも今関心の高いテーマについて触れながら30分ほどお話しさせていただきたいと思います。私は夕刊紙のコラムを担当して隔週で書いてるんですけれども、都議選の終わった直後、党首会談を行って、そのタイミングで書いた言葉に、連立政権の新たな試練が始まると、このように表現をいたしました。これは都議選の結果を振り返って、内閣の支持率がかなり落ちてきていると。その状況で、都議選では自民党が予想に反してといいますか、予想以上の議席減を招いたという結果でありました。この都議選について、簡単に総括いたしますと、昨年の知事選で自公で小池さん以外の候補を擁立しましたけれども、圧倒的な支持で小池知事が誕生しました。そういう中で議会の側にあって、当初は是々非々で臨むというスタートでありましたけれども、しかし都政の道行きを考えたときに、この当面の最も大きな目標は東京オリンピック・パラリンピックを成功させる。そのためには知事は都議選終わってももちろん変わらないで続いていくわけでありますから、やはり議会の側からこの東京オリンピックの成功ということを考えたときに、知事と基本的には協力協調しながら、時には政策的な意見も述べながら対応していくということが重要だということで、公明党はそうした方針を明確に打ち出しました。それとこの東京オリンピック・パラリンピックの成功のためには、やっぱり国政との協力も欠かせない要素であります。そうした大局観、全体観に立ちますと、この都政を議会の側から知事とつないで前進をさせる、そして都政と国政をつないでこの東京オリンピック・パラリンピックを成功に導くと、そうした一貫したこの見通しのもとに政治的スタンスを明確にすることが重要であると、こう考えて公明党はその対応をはっきりさせたわけであります。どっちに寄ったとかやらないとかっていう捉えられ方もありましたけれども、こうしたこの一貫した姿勢ということが重要だったと思います。でそれをやるためには、やっぱり知事と政策が本当に合意して推進できるかということが大事になりますから、議員の報酬の削減とか、私立高校生の授業料実質無償化とか、
あるいは人に優しい街づくりとか当面の政策課題について提言をして知事と合意を作り出して、結果的にはそれらについて全ての都議会の会派が賛成をすると、こういう結果に結びついたわけであります。そして選挙に臨むにあたっては幅広い政策合意を結んで都民ファーストの会と選挙協力もすると、こういう対応で臨みました。結果はご覧の通りであります。自民党の場合は国政レベルにおいてはもちろん小池知事と協力しながら都政国政相まってオリンピックパラリンピック成功させようと、こういうスタンスでありましたけれども、都議会自民党はまあどちらかといえば知事に対して対決姿勢を取ると、まあ国政と都政が自民党はねじれていたという対応でありました。しかし公明党は当初から都政都議選への対応と国政への対応はこれはまた次元が別ということで、国政は自公の連立は揺るがないと、揺るがせてはならないと、こういうスタンスを選挙前から明確に取っておりました。選挙の結果を経て直ちに政府与党連絡会議を開き、また党首会談を開いて、この自公の連立政権の絆揺るがず、しっかり結束をして当たるということを確認をしたわけであります。都議選のことはそれなりの内閣支持率にも影響があったといいますか、むしろ内閣に対する国民の評価、都民の評価、あるいは自民党所属議員の言動に対する有権者の評価というものも都議選の結果には影響したと思います。しかし都議選が終わってもですね、この支持率下落傾向というのは止まりませんでした。したがってここはやはりこの政権、あるいは安倍内閣に対する有権者の厳しい評価があるということを自覚しなければなりません。一方で、批判があるとしても政権の受け皿たるべき勢力に支持が向いているかというと必ずしもそうではない。民進党の支持率は上がりませんし、また現代表が辞任を早々と表明をするということにもなりました。また都民ファーストは一躍議席を大きな議席を獲得したものの、国政進出については大きな期待感があるわけでもありません。まあそうした中でこの日本の政権が内政外交で大きな課題が山積している中で、やはり現政権の枠組みをしっかり立て直して支持率を回復をして、そして課題の解決に当たっていくということが極めて重要であるということを、まあ自公ともに自覚しながらその立て直しを図ることにしたわけであります。まずここで安倍首相はもちろんですけれども、我々からも申し上げたことがありますが、やっぱり謙虚に誠実にこの2012年に政権を奪還した直後の連立政権を作るときの合意、この基本に立ち返ってしっかり頑張ろうと、まあ、こういうことを強調したわけであります。あの当時振り返ってみますと、総選挙では勝利したものの、これは前の民主党政権に対する厳しい評価の反動という側面もありました。当時の自公が自力で自分たちに対する評価を積み上げて、そして自力でもぎ取ったというには程遠い、そういうことを謙虚に見つめながらこの誠実に取り組んでいこうと、こういうことでスタートしたわけであります。その時のこの原点思い、これを振り返り大切にしながら再出発しようということで
スタートしました。まず具体的にやるべきこととして、安倍総理は内閣改造をやるということをヨーロッパで表明しました。かえって、間もなく党首会談を開いて、総理から公明党からも人を出してくださいということで正式な改造の意思表示があったわけであります。我が党からも推薦をし、大臣、また今日副大臣、政務官、すべて選ばれ確定をいたしました。ここで一気に支持率回復と望みたいところでありますが、そう甘くはないということも覚悟をしながら、この安倍総理として今の手持ちの陣容の中でいろいろとお考えになりながら、こうした布陣を敷かれたとこのように思います。やはり安定感のあるそういう布陣が重要だということで、我が党からは石井国土交通大臣続投ということをお願い申し上げました。これはかねてからの安倍総理の評価も高いものがありましたし、我々もそう見ておりましたから、やはりこの安定的な政権運営については欠かせないということで、我々からも要請したわけであります。この改造の評価についてはいろいろありますが、私が言うよりもこの世論調査がいろんな面から時点を変えながら行われておりますので、そういうところを謙虚に受け止めるということが大事かなと思っています。改造そのものについて直後は支持率がやや回復する傾向が見られました。少し時が経つにつれて、その回復の数字は少し低くなりつつあると思います。そして、不支持も依然として高い、むしろほとんどの調査が支持よりも不支持のがまだ高い状況である。そして支持が 50% を超えている調査はないという現状だと思います。これらをやっぱり冷静に捉える必要があると思いますし、支持率が下げ止まって反転したと断定するにはまだ早いと思います。これから注目されるところはやっぱりそれぞれの閣僚が任命の意図趣旨に沿ってしっかり頑張ってもらいたい、仕事第一、そして結果第一ということで期待をしているわけでありますので、その通り結果を出してもらいたいと思っているわけでありますが、そうした個々のその閣僚、あるいは今日任命になった副大臣や政務官も含めて、その言動がこれから大事になってくると思います。ぜひ結束をして深い自覚でこの内閣を盛り立てるように頑張ってもらいたいと思っております。それから安倍総理ご自身も反省とか誠実にという言葉を繰り返されていらっしゃいます。ここでは私も党首同士でお話をするとき申し上げることもあるんですが、例えば国会答弁などで挑発的な質問が飛んでくる場合があるわけですが、そこはやはり落ち着いて相手の挑発にはまる乗るというようなことに受け取られないように冷静に対応した方が得ですねと、こういうことを申し上げることもあります。その点は安倍総理自身がよく自覚されて、新たな決意で臨んでいるのではないかとこのように思います。そこで、これからの政治課題について何点か触れたいと思います。この改造内閣で、安倍総理は経済最優先ということを強調されました。これまで、アベノミクス第1弾第2弾、三本の矢を射て、例えば株価の上昇
そして、高い水準に達しているということ、また雇用が改善されている、失業率は大きく下がり、また有効求人倍率は全国でこれが1を超え、全体では 1.5 を上回る、そういう結果も出ている。目に見える形では高校生や大学生の就職先生、これはもう売り手市場に完全になっていると、まあ、こうしたことや、あるいは賃金の上昇も名目的には続いている。今年は中小企業にも広がった、まあ、こうしたいい点が出ていることは事実であります。しかしまたこれが地方へ広がっているか、あるいはくまなく中小あるいは小規模企業にまで及んでいるか、あるいはそれぞれの国民の暮らし、働いて賃金を得る人ばかりではありませんので、そうした国民に広くそうした効果が及んでいるかどうか、この点はまだまだ足りない部分があると、こう思っておりますので、引き続き経済最優先で行っていく、特に成長戦略、ここが結果を出していくようにしていくことがこれから重要だと思います。それにはやはり日本の経済の構造を変えていくということが大事であり、この秋から取り組むことは働き方を変えていこうと、長時間労働を是正をする、あるいはインターバルを取る、あるいはワークライフバランスを充実させていくなどなど、いろいろな取り組みをしていくことが大事だと思っております。昨年度はこのプランを立てましたけど、いよいよ法改正に臨んでこれを実施できる、そういう取り組みが最優先のこの秋のテーマになるだろうと思います。それから、まあ、経済最優先と総理がおっしゃった一方で、憲法改正についても記者さんに聞かれる形で、スケジュールありきではないと、これから党主導でやってもらうと、まあ、こういう発言をされました。これに関する世論調査を見ますと、共同通信の調査だと、安倍総理の下で憲法改正について賛成ですか反対ですかと、こういう聞き方をして、まあ、反対という声が5割をやや超えているという状況が続いているという結果であります。また複数の調査で、今の政権が優先すべき政策課題は何ですかと複数聞くわけでありますけれども、経済やあるいは社会保障、子育て支援、災害対策などなど、いろいろとテーマがある中で、憲法改正については非常に低い順位になっているということも調査の結果であります。まあ、これらを安倍総理もそういう背景を認識をしながらご発言をされているのかなと、こう思います。まあ、そこで公明党がこれにどう臨んできたかということをおさらいという意味でお話したいと思います。まず2012年の政権発足当初、政権合意を結びました。この与党というのは、国会でまず内閣総理大臣の誰を指名するかということを決めるための枠組みが最初のスタートであります。かつて政権を失い、民主党からそれを取り戻し、再び自公で連立政権を担っていこうと、こういう展望のもとに、それではこれから誰を総理に選ぶかということで、当時自民党の総裁であられた安倍さんを総理大臣に指名しようということで、自公で合意をしました。じゃあその安倍総理大臣に内閣を率いて何をやってもらうか、これが政権合意の具体的な内容であります。経済のことも安全保障のことも社会保障のことも教育のこともいろいろと書き込まれました。でその際、自民党から憲法改正について書きましょうと、こういう申し出がありました。しかし公明党としては、
憲法改正は国会のみが発議できると憲法には書いてあり、むしろ内閣は総理大臣や閣僚はじめとして憲法尊重擁護義務が課せられている。だからこの義務を課せられた内閣が自らこの憲法を変えろと、そういう取り組みをすることは憲法は許していない。したがって与党つまり内閣を支える政権として憲法改正をテーマにすることは憲法の趣旨には反するということで、この政権合意には入れないようにしましょうとしたわけであります。ただし国会で、議論した上で合意形成をする、発議をする、これは憲法の想定するところでありますから、自民党も公明党も国会においてはそれぞれがプレイヤー、当事者となります。したがって国会の憲法審査会で、この議論を深めることにお互いに、まあ、それぞれ努力をするということを書き込んだわけであります。ここがスタートでありますから、以後その基本に従って、我々は考えているわけであります。改正は公明党はもちろんあってしかるべしと考えております。ただし今の現行憲法の3つの原理、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義、この原理は非常に重要なもので、これからも変えれるべきではないと。しかし施行から70年を超えた今日、その時間の経過とともに憲法にふさわしい新たな価値観が創造されてきている、形成されてきていると、そう認められればこれを憲法の規定に加えていくことはあってしかるべき、そういうアプローチの仕方を可憲とこう銘打って可憲の改正を基本としてきたわけであります。具体的にどこを改憲するかというところまでは議論が煮詰まっていません。そこで、安倍、総裁、自民党総裁が今年の5月3日、ご自身の考えを読売新聞のインタビューという形で世に公開し、また あるグループのに映像でご自身の考えを表明されたということが起きました。これは従来の自民党で合意した草案、改正草案とは異なる内容であります。事前に我々には相談はありませんでした。事後に党首会談をやったときに、まあ、あえて申し上げませんでしたと安倍総裁が私に語ってくれました。このインタビューの中身は9条1項2項、これをそのまま変えないで、そして自衛隊についてきちんと憲法に記述すると、こういう方向でありましたから、憲法の自民党がこれまで持っていた草案と異なる内容ですので、公明党としては安倍総裁が自民党の総裁として、つまり結党以来憲法改正を党是としてきた自民党の総裁として自民党の中での議論を支持したという内容になっていましたから、公明党としてはその自民党の中の議論を見守るというスタンスで臨みました。むしろこの点でどうすべきだとかどうすべきでないと公明党が主張してしまうことが、自民党のその党内の議論を、異なる意見をどう集約していくのかというプロセスに影響を与えないようにすることが大事だと、干渉しないという姿勢が大事だということで、自民党の党内議論を見守るという姿勢で来ているわけであります。そうした基本できたわけですけれども、スケジュール2020年のオリンピック・パラリンピック開催の年を機に、改正を成し遂げて施行したいと、こういう意欲を示されて、そこばかりが報道されましたが、当初のインタビューの内容を見るとですね、このタイミング、発議改正のタイミングについては、これは国会、発議権を持つ国会での議論の合意形成の結果として決まることであるということをちゃんと大前提を述べていらっしゃいます。その上で、
自分の総裁の希望意欲としては2020年にやりたいと、こういう発言だったわけですね。で、この大前提のところはほとんど報道されませんでした。私は会見のたびに総理、安倍総裁はこうやってこうおっしゃってますよということを言ってきましたけれども、まあ、この間の改造の機会のインタビューでスケジュールありきではないと、このように明言されたわけであります。当然のことだと思います。それは総裁がもともとインタビューで答えていたことでにを、まあ、はっきりさせたということかと思います。それから党主導でということも述べられました。まあ、ここは高村副総裁の方からもそうした方がいいとやり取りがあったようでありますけれども、どうしても安倍総裁として発言しているんですが、世の中は安倍総理尊重擁護義務を負っている安倍総理として発言したと受け取られがちであります。したがってこのやや唐突に5月3日安倍さんが言い出したことが、この安倍政権の下で改正をやり遂げたいという強い意欲を示したと、こう受け取られることが国民に、懸念や心配も生み出していると、こういう見方もあるわけであります。私はいつも安倍さんが憲法改正について発言するときは総裁の立場で発言しているということをいつも立て分けて説明をしてきましたけれども、何度も何度も申し上げているんですが、私に質問する方は安倍総理は憲法改正についてと、こうやってたびたび聞かれるんですね。あえて言ってるのか間違って言ってるのかよく分かりませんけれども、あくまで安倍さんは総裁の立場で、丁寧に発言をしているということであります。そういうことで、誤解を招かないように党で議論してくださいと仕切ったと受け止めておりますが、この間テレビの番組に出られた時に与党でという会見案をまとめようという言葉を使われたという場面がありました。しかしあそこをよく聞いてるとですね、まあ、与党でと言いながらもすぐ野党もという言葉をすぐ継いでおっしゃってる、そのことを考えるとですね、もともと政権合意で与党で、つまり政権として憲法改正は取り組む課題ではありませんねということを安倍総裁もよく承知の上ですから、やっぱりここは国会のプレイヤーとして各党がしっかり議論に臨むべきであると、自民党だけが議論すればいいということではないんですよと、ぜひ他の党にも議論していただきたいと、野党を先に言うよりは与党公明党に敬意を払ってくれたのかなと、そうも思いますけれども、いずれにしてもこの与党の枠組みで、改正原案を合意して作るということではないのではないかと、このように思っております。そして、次にこれからの課題として大事になることは、消費税、社会保障の機能強化、安定確保にどう向かっていくかということであります。 10% 引き上げは時期はずらしましたけれども、法律で決めて所要のものとなっており、その際には軽減税率を実施するということももう法律で決まり、その準備のための予算措置も講じられているという現状であります。最近このことを聞かれて安倍総理は予定通りこの引き上げをやるということを発言し、菅官房長官も同様に予定通りやるということを発言しています。つまり法律通りやるということであります。しかし過去2回 10% 引き上げを延期した経過がありまして、最初延期したときは時の経済状況がそぐわないという理由で延期しました。これは景気状況が
もともと法律の中ありましたから、それを根拠にして行ったものだと理解されています。で、2回目はですね、むしろ突如として世界の経済の先行き不安、下振れ不安ということを理由にして、伊勢志摩サミット、G7 サミットでのやり取りをと状況認識をもとに突如として延期を表明されました。ですから、これは法律以外の大きな情勢認識のもとにそうした決断をしたということであります。これから何が起こるか分かりませんけれども、今の時点ではこの予定通り 10% 引き上げと軽減税率の実施を行うということのようであります。これから財政の来年度はこの長期的な見通しの見直しとか、あるいは2020年のプライマリーバランスの達成目標をどう捉えるかという議論が行われてまいりますので、それらと総合してこの消費税の意義についてしっかりと再認識する必要があるのではないかと思っております。消費が物価が日銀政府で共有感を持ったようにはなかなか進んでおりません。ここには政権の経済政策の取り方もあるかもしれませんが、やはりこの将来的な社会保障の安定性や継続性、機能強化といったものに対する明確な見通しを国民にちゃんと示していくということもまた一方で重要なのではないかと思っております。時間も限りがありますので、今度当面の外交について力を入れるべきところについて触れます。まあ、ヨーロッパやアメリカのリーダーのこの世界の外交をリードする点についてはややブレがあり不安定な面があることは事実であります。我が国としては安定政権の下でそれらが少しでも安定化するように、そして世界が統合的にこの経済や安全保障の運営ができるようにリーダーシップを取っていくということが重要だと思っています。で、日中関係はこれは改善をしていく重要なタイミングだと思います。国交正常化45周年、明年は日中平和友好条約締結40年という節目である。ここが大事だということは日中双方認識しておりますし、中断しておりました与党交流協議会、これが昨年、日本側が訪中をして行い、そして中国側が訪日して行う日程が伸び伸びになっておりましたけど、ようやくこの度実現をする運びとなりました。総統中連部長を中心にですね、中国側が来日をし、今日明日明後日とこれが開かれる予定となっております。私も明日総統部長と会談を行う予定になっております。こうしたこの日中関係が政党関係者あるいは閣僚レベルで往来が広がってきている、これを重ねていく、そしてこの秋には中国側で重要な党大会が行われますので、ここをきちんと見極めながらさらに両国の首脳が行き来できるように環境を整えていくということが重要だと思います。一方で韓国との関係もムン・ジェイン大統領が生まれていよいよ政権としてのスタートをしたばかりという状況の下で、特にこの北朝鮮の状況を考えたときに日韓の関係もまた日米韓の関係も強化していくことが大変重要であります。ムン・ジェイン大統領誕生後、間を置かず韓国側も日本に政治家をどんどんと交流団を送ってきました。特使を送ったり、あるいは韓日議員連盟の方が来たり、
あるいは日韓親善協会、韓日親善協会の首脳が来たりと相次いでおります。また日本側からもそうした動きが出てきております。我が党としても明日から魚住雄一郎参議院議員を団長に訪韓団を送ります。若手中心の交流ということになりますけれども、こうした日韓の交流、これは首脳レベルでシャトル外交をやりましょうということはすでに合意されていますが、政党レベル、政治家レベルでの交流を重ねて厚みを増していくということが大事だと思っています。北朝鮮に対する安保理の制裁決議案が出ましたので、ここでは制裁を強化したという内容をどう実行させるかということが重要であります。圧力を強めていかなければ対話の内容も期待できません。その点での圧力を強める国際的な連携がちゃんと機能していくかどうか、ここで中国側もこの決議に理解を示して成立になったという、この中国の役割というものを期待したいと、このように思っています。また我々が政権を奪還した次の年2013年に今の防衛大綱が作られました。しかしこれは基本的な議論というのは前の政権で行われたことが結果として2013年になったということで、我々の政権がこれの作成の基礎から関わったわけでは必ずしもありません。その間、北朝鮮の動き等は飛躍的に弾道ミサイルの性能あるいはコントロールの力を高めていますし、なおそれが現実の脅威になっているということ等を考えれば、この対抗の見直しというのは当然あるべきことだと思います。その中で敵基地攻撃論なるものは従来主張がありました。政府も国会の答弁の中では理論的には認められるということを肯定しながらも、現実の対応策としては取るべきではないということを長年言ってきました。現在も安倍総理は今これを検討する考えはないと、こういうことをおっしゃられています。自民党の中にはこういう意見はあるでしょうけれども、しかしここは理論上の課題と現実にどうするかということはよく立て分けて冷静に多面的に考える必要があると思っております。この日中日韓そして日本を取り巻く国際情勢を考えたときに、日中韓のサミット、これを日本が議長国のまま開催できないできておりますので、ぜひこれを早期に開催をするように政府には努力してもらいたいと思っております。我々もそうした環境が整うようにしたいと思っております。遅くとも年内には開催できるように努力してまいりたいと思います。いずれにしてもこの内外のさまざまな政策課題を考えたときに、自公が結束をして政権を安定させ、そして支持率の回復を図り、国民の期待に応えていくと、これに邁進をしていきたいと思っております。私からはとりあえずここまでといたします。はい、ありがとうございました。それでは、残り20分ぐらい、あまり時間ありませんし、皆さん会場からもご質問ありそうなので、私の方から簡単に、ちょっと一つ二つだけ、ちょっと残念ながらこれはお聞きしておかなきゃいけないんですけど、先ほど仕事人内閣ということで、個々の閣僚がきちんと仕事をするということが大事だとおっしゃられましたが、沖縄北方大臣の江崎哲馬さんが、役所の答弁、原稿を答弁では読み上げればいいんだというような発言をされて、民進党の方からは、これ交代を求める声が出ておりますけれども、その辺、代表の方はどのように、新任でありますので、いろいろと思い巡らすことも多いのかと思います。私はこれまでの閣僚の答弁の中で、きちんと省の中で
共有した認識からやや外れてですね、勇み足であった、舌足らずであった、まあ、そういう答弁もあったことを踏まえてですね、自分は齟齬のないように誤解を与えないようにしっかり、共通認識を持ったものをもとに、答弁努力すると、まあ、そういう真摯な姿勢を表したものだと受け止めたいと思います。はい、ぜひそういうことで、頑張ってもらいたいと思います。はい、もう一つ憲法改正についての問題について非常に整理してお話をいただきましたが、国会の憲法審査会で、合意形成をするということでいきますと、まあ、これまでの憲法審査会の議論の進め方、まあ、与野党協調型という進め方を見ていますと、山口さんの感覚として来年の通常国会での発議、まあ、いわゆる衆議院の任期満了までの国民投票というのは非常に難しいというふうなご認識をお持ちでしょうか。今の現状、国会議論の現状を見ると、どのテーマで、発議にふさわしい合意が作れるかという見通しも十分立っていない状況だと思います。また衆議院と参議院では相当な議論の熟度といいますかね、成熟度については開きがある。参議院の方がはっきり言って議論が進んでいないという状況があるように思います。そうしたことを考えたときに、やっぱり両議院で3分の2の多数で発議をするということは簡単ではないなと思っています。はい、ありがとうございます。それでは時間も少ないので、会場から、手を挙げていただいて所属とお名前を名乗る上、申し訳ありませんが一人一問ということで、まず手を挙げた、そちらからお願いします。本日はありがとうございます。日本経済新聞の大石と申しますけれども、今年のお題の一つにですね、政治と官僚の関係というのがあったと思うんでですね、それについて、見解を教えていただきたいと。で、政治と官僚の関係がだいぶ変わったとお考えなのか、さほど変わってないというふうにお考えなのか、それから変わったとしたならばですね、それは良いことなのか悪いことなのか、政治主導が良いとか官僚主導が良いとかいうのは人それぞれだいぶ考え方があると思うんで、どういうふうにその政治主導官僚主導についてのですね、お考え教えていただきたいと。からそのかもちろんもう一つなんですけど、大臣をですね出しておられますけど、今人事役所の人事はですね、内閣人事局の方で決めるということになってますから、そうすると大臣出しておられても自分の役所のところの人事が大臣がどうなるか直接的には分からなかったりするわけですけれども、その内閣人事局にその公明党もですね、何らかの形でかめるような形にですねした方がいいなどということは思ったりしているのか、以上よろしくお願いいたします。はい、私は政府の中にいませんので、この人事の適否については判断する立場にはないと思っています。ただ感じること感想ということで申し上げれば、やはりこの人事権を持っているところの意向ということをかなり強く意識している官僚の側がですね、しかし組織として各省庁動いておりますから、やはりその場の省にあたる人だけではなくて、組織全体として将来になっていくような人、それぞれの個性、またそのポジションと仕事ぶり、成果、まあ、こういったものをやっぱり総合的に捉えて配置を考えていくんだろうと思うんですね。それを一元的に集約して本当に適切にやりきれているかというところはよく考えていただきたいなと思います。そこがなくして、まあ、時々の状況で政治判断して、やるということが、まあ、働く側の組織の能力を最大限に国民のために生かしていることにつながっているかどうか、ここはよくよく検討していただきたいなと、このようにも思います。で、公明党としてはその人事はむしろやっぱり現場をよく知っているところに人事権を任せるべきであって、基本的には任せるべきであって、1人や2人行ってその人事に
意見を反映させようという考えは今のところありません。よろしいですか。はい、じゃあ先ほど大西さん、はい、ありがとうございます。西日本新聞の論説にしてます大西と申します。はい、少し挑発的に質問しようかなと思ったんですが、先の都議選でですね、要するに、自民党抜きでは、公明党抜きでは自民党は立ち選挙はなかなか勝てないということがはっきりしたんじゃないかなというふうに思うんですけど、そういう意味では自公の関係でもっと公明党強く主張された方がいいんじゃないかなと思うことがあります。それは例えば強引な国会運営とかですね、今の政権になってから特定秘密とか安全保障とかですね、国民の非常に不安とか懸念がある中でですね、強引に採決をしてしまったような部分もないと言えないと思います。そういう部分に本当に公明党が歯止めになってないんじゃないかなというふうに感じる国民も多いと思うんです。そういう意味で言うと、もっと公明党も強く主張を打ち出された方がいいんじゃない、例えば先ほどのですね、江崎大臣の話でも非常になんか優しすぎるんじゃないかなというような印象を持ちました。自公の関係っていうのはもっと緊張感を持った与党関係っていうのはないのかどうかですね、そのあたりの今回の内閣支持率の下落というね、ちょっと今少し上がりましたけども、そういうことを踏まえて公明党側にも、そういう反省というかですね、もっと強く言っとけばよかったなとか、あるいは自民党候補には推薦出さなきゃよかったなとかですね、個別の話はあんまりあれかもしれませんけど、そういう反省みたいなのは公明党の中にはないんでしょうか。以上です。はい、公明党がこの歯止めになってないという見方をする人がいるのかどうか分かりませんけれども、公明党がいなかったらおそらく現在のような形にはなってないでしょうね。つまり政策決定のプロセスでいかに公明党がさまざまな抑制する仕組みとかですね、あるいは情報を公開する仕組みとかいろいろなものを組み込んで、この制度が出来上がっているということはもっと私は知ってもらいたいなと思います。ただし国民の皆さんにやはり丁寧に、よく伝える努力というのはもっともっと必要だと、国会論議を通じてやるだけではなくてですね、やっぱり現場で制度を作れば運用されていくわけですから、その運用のプロセスを通じても私は説明すべきこと、できることがいろいろあるのではないかと思います。例えば今回、加計学園や森友学園の問題でいろいろ議論されて、文書がかなり議論されました。また防衛省でも特別防衛監察でもやはりこの文書が課題になりました。私はこの行政情報公開制度と作るときに相当私自身も関わってきましたから、やはりこの行政文書というのをどのように、ね、管理をするか、たくさんの文書が役所では作られますけれども、やっぱりそれを全部ではとても現実的ではありませんから、やっぱりきちんと残して管理の対象にして公開の対象にするか、しうるかということはもっと整理をし直す必要があるのではないかと、今回のことを機にですね、ぜひこれを政府として取り組んでもらいたいなと思っています。そうしたことも含めてこれから政策的にはいろいろ申し上げることはいっぱい出てくると思います。政治家の政治姿勢とかいうところについてはね、やっぱり本人がきちんと自覚をしなければならない点があるんで、優しすぎるとおっしゃられましたけど、その優しい言葉を聞いて、自らを振り返る、そういう力がなければ本物の政治家として大成しないと思います。それはそういう大人同士の関係が積み上げられてきていると思いますので、そこは双方ともに反省もし、お互い切磋琢磨もしながら政権を支えていきたいと思います。はい、
すみません、先に手が挙がっていたその後ろの方。はい、北海道新聞の吉田と申します。JR 北海道がですね、道内の全営業路線の半分にあたります1230キロ余りを単独で維持が困難だとして、地域に保線費などのですね、分担を求めたり、あるいは廃止してバス転換をしたりという協議を始めたいと地域とご相談を始められてますけれども、国土交通大臣をですね、送り出されている御党として基本的に鉄路を含めた地域公共交通をどのように守って活性化していくか、その基本的な考え方をお聞かせください。それで JR 北海道の今の状況というのはですね、国鉄の分割民営化に端を発しているという意見も根強いと思うんですけれども、これに対する山口さんのお考えも合わせてお聞かせください。はい、これは政府の、ね、取り組むべき政策、具体的な政策課題ですから、私が言及することは最小限にしたいと思いますけれども、ごくごく一般論として言えば、やはりこの公共交通としての手段がどう確保されているのか、それは鉄道だけに限らないと思いますし、道路やその他も含めて、この人の居住生活とこの公共交通をどう確保していくのかというのは、絶えず確保する方向で努力するのが当然だと思います。しかしこと JR 北海道をどうするかという点に限れば、やはりこれを経営していく、そして経営が継続していかなければ、この足の確保もできないわけでありますから、そことの両立をどう図るかと、そしてそれを民営会社になった JR 北海道をどう支援していくかというところを一方でバランス取って考えていかなければならないと思います。会社側としてはやはり経営の効率化とか合理化とかという視点でプランを立てたがる面があるかもしれませんけれども、この政治の側としてはですね、やっぱり利用者、そして地域の維持というところも重視しながら、どういう両立の道があるかということを模索すべきだと、このように思っています。はい、どうぞ。あ、すいません。個人会員で今フリーランス記者で、もともと新聞社におりました上出と申します。ちょっと我々マスコミの話にも関わるんですけれども、はい、先ほど軽減税率のことを言っておりました。それを含めまして、マスコミと政権との関係というのをちょっとどう考えているか教えていただきたいんですが、この軽減税率に関してはですね、多くのここにいる方は賛成しているかもしれませんが、電気代とか光熱費ですね、そういうのにさておいて、どうして新聞代なんだということで大きな批判があります。これは私はある意味で新聞の自殺行為で不信を招くだけだと思っているんですが、これに公明党が非常に積極的に賛成されたということです。それで日頃政権との関係でやっぱり残念ながらマスコミと政権とはかなりもたれ合いをしているんではないかという批判がいろいろあります。ここにいる方もいろんな意見があると思うんですが、その辺の政権と、それから政権のいろんな圧力もあります。例えば経産省が今全部の執務室に施錠してしまったと、これは記者クラブの方も反対しております。こういった今の政権とメディアの正しい関係といいますか、これについて公明党として特に民主主義を大事にされると思う、当然にあると思うんですので、その辺の立場からお聞かせいただければと思います。メディアがこの民主主義のを担う基礎的なインフラとして大変重要な役割を持っていると思います。特にいろんなメディアが多様化していく中で、この活字媒体の持つ役割というのは、公明党も自ら機関誌や雑誌類を発行しておりますので、その重要性というのはこれからも維持する方向で考えたいと思っています。そういう視点に立つと、やはりこの
民間のメディアがですね、国民にそうした民主主義の基礎的情報を供給する、その点では必需品であります。そうすると受け手の国民から見ればそうした生活必需品でもあり、また民主主義を担うべき最大の担い手が国民であり有権者でありますから、やっぱりそこの負担が軽くなる、また誰にでも公平に、つまり所得に関わらず誰にでも公平に手に入れやすくなるという機会を作るということは重要だと思ってますので、新聞も軽減税率の対象にすべきであるという結論になったわけであります。まあ、この政府の持っている情報をですね、どうやってメディアに提供していくか、まあ、ここは情報公開制度のこともさっき触れましたけれども、やっぱりこの有権者に適切な情報を開示していくということが基本ですので、それを必要もないというか、必要なのにそれを拒むとか隠すとかいう姿勢は基本的には容認されるところではないと思います。ぜひそういう点ではこの現場でのメディアとまた情報を持つ側、提供すべき側の緊張関係を保ちながら国民の側に立って頑張っていただきたいと思います。一点だけ補足、経産省 の、 電子執務室に施錠というのはこれいかがでございますか。まあ、経産省の具体的なことについては私の経過内容存じ上げませんので、お答え控えさせていただきます。時間もなくなってまいりました。ちょっと私の方から、質問、じゃあ、そちら、手短にお願いします。ありがとうございます。今朝の公明新聞室に、なんでこれを配置されなかったか、1年と3年、実によくですけど、謙虚でありすぎます。そこで申し上げます。1年から3年。すみません、手短にお願いします。ありがとうございました。はい、私は日本着座法を起点にして韓国を改めたライジング産業を普及させることであります。以上です。はい、すみません、ちょっともう時間がなくなりましたので、ちょっと私の方から最後の質問させてください。解散総選挙の話なんですけれども、はい、憲法の、国会発議にこだわらないとすれば、逆に言えば解散総選挙が、解散権がフリーハンドになるというふうに言えるんではないかなと思うんですが、先日、のテレビ番組で来年秋という相場感があったけれども、まあ、若干常在戦勝の心構えというふうに変えられました。変えたというふうに私は受け取ってるんですが、まあ、一方でその野党の受け皿ができないうちにという早期解散の、という話も出てます。例えばこの秋の解散、年内の解散についての準備というものは十分体制は取りつつあられるというふうに受け取ってよろしいんでしょうか。私はいつも申し上げてるんですが、解散権は総理の専権事項ですから、いつやるべきだとかいつやるべきではないと、こういうことは一切申し上げないようにしてます。ただ一つだけ、衆参ダブル選挙、これは憲法の精神にそぐわないということで、これは避けるべきだということは明言します。しかしその他のことについては申し上げません。ただし、総理が専権事項でご自身が決断されたときに、今度は受ける側、政党政治家、受ける側は受け身でありますので、その時に間に合ってませんとか、ああいう総理の解散の判断を妨げないように、これは我々の側の
心構えとして、念頭にどういうことを念頭に置くかということはあってしかるべきなんですね。私が申し上げたのは、まあ、ある種相場感のようなものがあったけれども、もういずれにしても任期満了にせよ相場感にせよその手前にせよもう1年余りのうちということだから、まあ、公明党の議員集団としてはしっかり心構えを作って議員の日常活動の中に生かしていこうと、党としては今夏季議員研修会真っ盛りでありますので、その地方議員も含めてそうした議員としての在り方を日常活動の中に生かすという趣旨で申し上げております。はい、まだ手が上がってましたけれども大変申し訳ございません。いただいた、じゃあ一言だけ、はい、さっき韓国の慰霊碑に参ったということを記事に載せました。これは昨日広島で私ども公明党として初めて慰霊碑に、花を捧げました。直後に亡くなられた方で14万人と言われる中で2万人ほど韓国の出身の方がいらっしゃったと言われています。やはりそこがきちんと慰霊の対象として位置づけられる、日本の政治家もきちんと目を向ける、こうした被爆に国籍はありません。また核兵器のない世界を目指すその方向についても国籍は問いません。そうした点での一つの節目だなとこう思って喧嘩したわけであります。ご指摘ありがとうございました。はい、ありがとうございました。先ほど記号をしていただきました。これは原炎流長と読みするんでしょうか。はい、ちょっと解説をしていただけますか。源遠ければ流れ流しと言われます。中国ではよく言われる言葉でありますが、これをまあ今の政治状況にあえて、当てはめて、この原点というものをしっかり認識すればこの政権も長く続くと、その出発点を忘れないようにしようと、まあ、こういうふうに解釈してこういう書き方をいたしました。はい、今の政権の状況に対する非常に深い思いが現れているのではないかなと思います。すいません、ちょっと時間の管理で、質問手を挙げていただきながら、ご指名できなくてことを申し訳ないと思います。本当に今日は大変お忙しい時間の中をありがとうございました。もう一度、山口代表に拍手で、記者クラブの方から本当にいつも簡単で申し訳ないんですけれども、お礼の品を渡していただいています。どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。それでは山口代表の会見を終わります。